東京3分51秒84。3着は鍋島元井君、桂京都3分52秒85。4着は橋爪大成君、和歌山北和歌山3分53秒54。写真判定の速報をご覧いただいております。放送席、そしてスタジアムの皆さん、男子 1500m 優勝、前田蓮也選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。前半から積極的に行きましたね。ですね、今日はそう自分の走りを心がけてたので、積極的に前に行って、自分の中でもいいレースでした。ラスト1周飛び出す選手も出ましたけど、あそこはどう考えてたんですか？ですね、みんな同じ試合って言ってまして、決心で自分は今回その前の方がここまで来るのに、いろいろ支えられてきたので、感謝の気持ちを込めてしたので、気持ちでは負けないでしょうって思いました。これからの目標は何ですか？ですね、2020年にオリンピックがあるので、日本代表として出るように頑張ります。頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。前田選手でした。スクリーンリプレイをどうぞ。市立船橋の前田君、中盤から先頭を奪いまして、再びラストスパートで先頭を優勝いたしました。スクリーンは写真判定の速報を再びご覧いただいております。5着に入りましたのは小林光雄君、東洋大牛久茨城。6着は浦和実業埼玉荒井光平君。8着林貴則君、学法石川福島。8着遠藤陽太君、山形南山形。スクリーンご覧ください。男子 1500m 競走決勝結果が確定いたしました。
男子八種競技やり投げ、鳥羽京都の久谷君が3投目に 45m91 と記録を伸ばしました。男子八種競技やり投げは残り2人、続いて仙台西、宮城の相原君、4時のコンディションです。気温 33.5 度、湿度 51%、 南南西の風 3.6m です。八種競技やり投げは洛南京都田上君最終投てき3回目です。京都洛南の田上君の投擲をもちまして競技は終了します。